2016年11月8日、ソウル中央地方検察庁に出頭するチャ・ウンテク・シャウンテクは、韓国の音楽家、映像監督、実業家、広告会社、アフリカ・ピクチャーズ社長。2016年に、霊媒師、サイ・ジュンミとの関係が注目されるようになり、サイラと共に逮捕されている。チャ・ウンテクは、広告会、音楽会、 映画界など芸術分野で広く活動する映像の専門家である。1997年、イ・ミンギュのミュージックビデオ、お嬢さんでデビュー。イ・ヒョリの融合があるビッグバンのライズ・ワックスの化粧を落として、理想館の今眼・ブラウン・アイズのもう一年などのミュージックビデオを手掛けた。SK テレコムの赤い悪魔シリーズやチョン・ウソン・チョン・ジヒョンの2%だけ。 足りない時、イヒョリーのアニメモーションなどの CM 監督も務めたほか、歌手シロ・サトシ・サカエの愛さないの作詞にも携わっている。2001年、2005年、2006年の3度にわたって、ゴールデンディスク賞、ミュージックビデオ監督賞を受賞し、2002年には、カンヌ・ライオンズ国際クリエイティビティ、フェスティバルニューメディア部門金賞を受賞している。ボククネ政権で、 大統領秘書室主席秘書官を務めた金直立は母方のおじにあたる。僕恵政権発足後、急速に芸術、芸能界における存在感を高め、2014年8月に大統領直属の文化流星委員に任命され、三河アジア大会の映像監督、ミラの万博韓国館映像監督、創造経済推進団長など要職を歴任。 文化会の交代子と呼ばれるまでになり、その地位を利用して、金賞伊サオや金直率、創生などの副審を政府や業界団体の人事に反映させた。青瓦台にもフリーパスで出入りしていた。スポーツ開発院が国民体操として2年間で2億ウォン以上かけて開発したコリア体操を直前で自身が関与するヌルプム体操に差し替えたとされる。 2015年度に3億5000万ウォンの政府予算が、継ぎ込まれ朴槿恵大統領も、積極的に推進するなど、成り物入りでお披露目されたが、朝鮮放送は、知っている人もやっている人も、皆無としている。2016年10月26日、最純実ゲート事件に関連して、副審の暗証犯、全政策調整主席秘書と通報して、 通信大手 KT の役員に側近を就任させ、自身が実質的支配者であるプレイグラウンドコミュニケーションズを KT の代理店とした職権乱用、権利行使妨害などの疑いで逮捕された。なお、普段はカツラをつけていたため、ソウル高知署からソウル中央地検送検される最中にカツラなしで現れた際には、一時、替え玉説も浮上した。 サラン二2016928、JTBC2016928、八く、201611、201613、201616、いち、2 0 1 6 1 5大統領のセキュリティキャクチャウンテクト亜日報日本語版2016年8月27日、ヌルプム体操とは韓国、ぼク,クネ大統領の知人、 文化事業で利権あさりか、ハフィントンポスト2016年11月12日、僕大統領親友の側近の、逮捕状請求職権乱用容疑など、イコール検察朝鮮日報日本語版2016年11月10日、最順次、ゲートカツラなしで現れたチャウンテク、容疑者に一時、替え玉、説中央日報日本語版2016年11月11日、ABCD、 2016年11月7日、ありがとうございます。